ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。本日も堀江さんに質問に答えていただきたいと思います。噛まなかったね。噛まないよ、こんな短いところで。今回収録の模様をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは今日の質問です。出所してからビジネスを次々に立ち上げたり、メディアへの積極的な出演もされてお忙しいと思いますが、ビジネスは立ち上げれば立ち上げるほど堀江さんの時間は少なくなり、一つ一つのビジネスへの自身関移入度は浅くなると思います。何言ってるか分かんないでしょこれ。自身介入度でしょ。自身介入度は浅くなると思います。堀江さんの中で一定のビジネス、かっこ例えば5個のビジネスとか案件の量に絞ってある程度成熟したら介入する度合い減らし。ちょっと待って。ある程度成熟したら介入する度合いを減らし、部下にほぼ任せるのか、もしくはひたすらアイディアとともにビジネスを立ち上げ、マネジメント法は後で考えるのか、どうやってマネジメントしているのですか。ロケット事業のように場合によっては介入度を浅くできないものもあると思うのですが、という質問です。今日すいません、緊張してます。みんな応援してあげてください。本当、温かい目で頑張れ寺田。ありがとう。ということで、はい、はい、今日も質問に答えていきたいと思いますけれども、はい、今日のゲストは、うん、なんと、これ、はい、株式会社 GNEX 三上陽一郎くんです。よろしくお願いします。なんと高校生。まあ、はい、高校生です。おっさんかと思ったわ。ひどいひどい。いやまあ、だからどんな仕事やってるんですか。まあ、ブリッジキャンプってものをリリースしたんですけど、はい、ブリッジキャンプ、はい、中高生が今どういうことをやりたいかな、うん、まあ、要するにその10年後こういうことをやって、まあ、職業としてこういうことをやっていたいっていうふうに考えるときに、今どういうことをやっているべきであったりとか、今こういうことをやっていたいっていうことをまあプロジェクトとして掲載して、それに対して社会人から支援を募るったクラウドファンディング的なサービスをやっております。へー、あ、マイクを変えろって言われた。マイクを変えろっていう声が、ちょっと寺田さんの声が張りすぎてるからって。すいませんでした、声大きいんです。ホリエモンチャンネル。ということで、私まず、答えました、はい、こういうふうに答えました、浅くなるというのは短絡的な見方でしょう。時間をかければいいというものではないです。 LINE のトークとかスカイプ、とか使えるので、時間や場所の制約も受けないようになってます。またたくさんのビジネスを立ち上げていると相互連携もしやすくなります、それぞれの事業のノウハウが横展開できます、例えばアプリの立ち上げのノウハウとかマネタイズ、広告の手法、Apple との付き合い方などビジネスの立ち上げをしながら組織も同時並行で進めていってます。ロケットもたまに全体会議で大枠の方向性を決めて、あとはお任せ、メーリングリストや LINE で連絡相談という感じです、というふうに答えました。まあ、大体言われるんですよ。実際自分が、まあ、何十個って事業を立ち上げてみると分かるんですけど、ノウハウ結構同じなんですよね。例えば会社を作って運営していく、大体同じようなトラブルが起こるわけです。創業者同士が例えば喧嘩するとか、なんか社員が不正をするとか。だから意外とそんなたくさんの事業をやってたところで、その効率はどん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 上がっていくんですね。逆に、まあ、基本的にそういう感じですね。僕の場合はもうタイムシェアリングして、これやってこれやってこれやってみたいな感じで、うまくタイムシェアリングをしてやっていくと、はい、いや、その方がむしろ効率僕上がると思ってるんですよ。確かにな、だから社外役員の人とかって そういう意味ですごくいいんじゃないかなと思っていて、すごい便利な立場に自分がなっておいて、でちょっとずつ口を出して、でそれの結果その会社がうまいこと動いていったら、それでそれで嬉しいじゃないですか、まあ、そういう働き方もありなんじゃないかなというふうに思いますね。ということで、はい、今日の質問は終わりということで、はいはい、今日はなんか寺田さん告知はないんですか。増刷しました、寺田カレンダーですね。もう明日から2月に入っちゃいますが、これはあとこれへんとその辺モスター来た。これ1個いくらなんでしたっけ。これですね、送料を含めないと900円です。
これ980円。もしよろしかったら、はい、後付きで売ってますんで、あのイベント、あ、手を挙げた方、あ、はい、後でそこで売っておきますんで、イベント終了後にあの手売りしますので、ぜひ皆様買ってください、はい、ぜひ買ってください、セーラー服姿で、はい、ぜひ手売りで買ってください、お願いします。ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。車の登録はこちらへ。ホリエモンチャンネル、 YouTube チャンネルもよろしくね。